あ、そんなとこで何してんだい、おまわりさん。食事中すまないね。今捜査中でね、指紋を探している。昨夜向かい側の歩道で強盗があってね、被害者は瓶で殴られたんだ。割れて飛び散ってね。でも歩道には破片が全部揃ってない。特にこう握る部分がね。犯人がここに何か捨てたって言うんで、この瓶捨て場にあると思ってね、指紋が取れるはずなんだよ。その部分を探しているんだ。そんな中から探す機会？仕事だからな。そうか、そうだな。あ、その、なんだ。何か？いや、その参考までに聞きたいんだが、ちょっとした個人的な好奇心なんだが、もし見つからなかったらどうするんだい？指紋なんて取れないかも。いや、それよりも、見つけたとして、犯人がずる賢い弁護士とかつけて無罪になったとしたら、あんたはどう思って、そんな苦労を背負い込んでいるんだ？そうだな。私は結果だけを求めてはいない。結果だけを求めていると、人は近道をしたがるものだ。近道したとき、真実を見失うかもしれない。やる気も次第に失せていく。大切なのは、真実に向かおうとする意志だと思っている。向かおうとする意志さえあれば、たとえ今回は犯人が逃げたとしても、いつかはたどり着くだろう。向かっているわけだからな。違うかい？羨ましいな。以前俺は警官になりたいと思っていた。子供の頃からずっと立派な警官になりたかったんだ。かつてあんたのような意志を抱いていたこともあった。でもダメにしちまった。俺って人間はな、くだらない男さ。何だって途中で終わっちまう。いつだって途中でダメになっちまう。そんなことはないよ、アバッキオ。お前は立派にやってるじゃないか。意志は同じだ。お前が警官になったばかりの時抱いていたその意志は、今お前のその心の中に再び戻っているのだよ、アバッキオ。なんで俺の名を知っているんだ？そういや、あんた前にどこかで会ったことがある。どこに行くんだ、アバッキオ？あのバスに乗るんだ。思い出してきた。そうだ、もう行かなくては。俺は仲間のところに戻らなくては。忘れたのか、アバッキオ。お前はあれに乗ってここに来たのだ。ここは終点なんだ。もう戻ることはできない。あんたは。そうだ、あんたは俺が賄賂を受け取ったせいで。アバッキオ、お前は立派にやったのだよ。そう、私が誇りに思うくらい立派にね。